支える側が支えられ生かされていくより。母の日記。認知症が進む中でも母は日記を書き続けていた。日記は毎日同じ文面で始まり、幾行かの出来事が書いてあって、毎日同じ文面で終わっていた。時には前の日の日記をそのまま写している時もあった。知っているんだけどと前置きしながら簡単な字を何度も何度も聞く母、優しく教える父。私が日記を覗くと怒ったように書くのをやめてしまっていた。日が経つにつれて字の震えがひどくなり、誤字や脱字が目立ち、意味不明の文が増えていく。もう日記なんて書かなくなった母。私はそんな母の日記を送りながら、自分の名前の書いてある箇所だけを探す。どんなにか母に心配をかけていたことにも、ひどく母と言い争ったことにも、私の部分には、あの子は優しい子だからと書き添えてある。いつか私が母の日記を読む日が来るのを知っていたかのように、あの子は優しい子だからと必ず書き添えてある。